押しです。どうもサクサクミルク赤崎です。カジだぜ、よろしくお願いします。さあ今回は藤丸西新井大師展ということで、配信させていただくのは2回目でございます。そうですね、まあ、東武大師線大師前駅から徒歩2分ということでね。よく言いました。相方の家がすごい近いんで僕はよくこれ通りますけど。なるほど、メンズの相方が、メンズの相方が、神奈良沿いがね入り口で、西新井大師側にもあの入り口だったり出口なんだけども、神奈良側の入り口で先に食券を買ってから並んでくださいということですね。列ができてるとこう三角状にこう後ろに並んじゃうんで。なるほど。ところでね、西新井の店主のマサさんが引退しちゃうんです。なんと、ただマサさんって誰なんでしょうか。マサ斉藤さん、マサ斉藤さん、プロレスラーではございません。本名マサミさんでね、旧板橋南店の店長さんなんですよ。はい。で、板橋では昔火山というサービスをやってたんですよね。なんすか。ガスコンロ、あの簡易カセットコンロに鍋を置いてもらって、そこでグツグツ煮立ててくれてた。鍋焼きみたいな。まあそんな感じのやつを食べたくて僕は上京したいのもんなんだそれ。いや絶対持ってるだろ。それはちょっと持ってます。そのマサさんが西新井にいるってことを知って、僕は結構西新井にはもう3回ぐらい行ってるんだけど、はい、まあ3回しか行ってないけども。どこかで新しい店開くのかな、マサさんは。情報あの求めてますんで。求めてるね。お願いします。結論は出てないんで。出てないんですよ。まあ、ということでね、西新井はあの藤丸と国産豚麺2種、前は豚リラーメンだったんだけど、ラーメンだと豚1枚でゆで卵ハーフ、はい、国産豚麺だと豚4枚でゆで卵なしということで、今回選んだのは国産豚麺のです。なんと、1550円の、ニンニク増し増し辛め野菜増し豚カス油ということで一部有料ですけども。なるほど。野菜増しを実は買ってもですね、そこまで標高が高くならないんですけども、はい、豚はやはりメガ盛り。なるほど、結局豚っすからね。まあ豚なんすよ藤丸は。 ね、早速その豚から言いますけど、今回の豚はですね、醤油の染み込みの控えめなんだけど、ぶつ切りのあららさ健在ということで、あららさ、あららさは健在なんだもん。ただですよ、控えめに言っても非常に食べづらいですこれ。そんな、なんで？いやもう、あの切り方がすごいから、はあはあ、ズドンって置いたものをね、ズバ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 店長さん切ってったんだけど、はいはいはい、あの切る時にね、斧みたいにバーンいくから、うん、あの僕ちょっと切ったけど、結構すごい一体化してる。すごいでしょこれ、ね、この豚のオブジェもこれですよ。ね、見たことないですよ。何これ、何これ、何これ。よく見つけたねこれ。このカオス感がね、元来藤丸の良さなんでね、はいはいはい、そこを求めてやっぱり行列ができるんで、さあそしてね、特徴的なのが野菜なんだけど、このクタ野菜、こういう野菜多分これないです。あ、もう藤丸といったらクタ野菜、もうスライム野菜と僕はもうスライム野菜命名しますもんこれ。本当にスライム感は逆にないですけど、いやもう本当よ、本当にもう溶けちゃうから。あ、溶けちゃう、口に入れた瞬間グラビアアイドルのねみたいな感じで。あ、まあ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 、スライム。そしてこれがね、マサさんなんです。お、これがマサさん、なんとこれ話しかけてもらえるのか。いえいえ、夢の共演ということで。お、これは、うん、ね、電池返し越しのマサさんをご覧いただいたということで。おー、プライバシーをね、プライバシーはちょっとね、やっぱりプライバシーはちょっとすごい素通りしてきましたね、マサさん。いや、やっぱりね、話しかけるのはちょっとやっぱり、まあ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 、ね、ご迷惑になってます。いろいろ考えたんでやめてきましたけども、麺はね、ごわっと抑えられている感想で、印象で、あの本店よりもツルツル感が多いね。麺半分や少なめにもできるんですが、減らない場合もあるんで覚悟してください、ね、一緒に行ったひろひろさんは全然なってなかったんで、はい、半分って言ったんで。ひろひろさんだね。なってます。あとで返ってきて。赤星クイズ始まってますよ。赤星クイズ、この油どうするんでしょうか。どうする、油を丼に入れる。入れる。正解は次回いくよ。いやいや、しないじゃん。三択だったじゃん。楽しみないよ。なんだよ。いや、そこはね、裏切ってくるということで、ね、油そのものを食べるのが僕流ということでございますけども、カラメコールでね、返しと一緒に追加の油をこうドバッと丼にかけてくるね。意外と、そう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 、いろんなサービスがあったり、うん、どっちかもいいよね。あ、まあいいですね。豪快な。豪快さもいい。うん、そうそうそう。で、まあニンニクをこうね、かけて揚げてリフトアップしていきますね。ニンニクの量と強さは、まあ、3店舗の中でも一番こう少なくてマイルドで、まあどちらかというと、まあほんわかニンニクという感じかな。うん、ほんわかニンニク、ほんわかニンニク、ほんわかニンニクで、まあごまなんだけども、はい、あの神谷本店だとですね、ごまの瓶はなかなか愛され瓶のため出ないんですけど、西新井はこうゴリゴリいけるんで、
存分にかけていただきたいということでね、ゴマの行動にはコレステロール抑制する動きがあるんでね、はいはいはい、今回のカロリーはゼロなんでね、いやゼロじゃないでしょ、よかった本当に、はいはい、ゴマやっぱかけといてよかったね。そしてね、ナスを取り出したかと思ったら卓上返し、いやナスだと思ってないからそう、いやいや、そこの部分がちょっと似てる、あの2試合内のスープは甘さ控えめでして醤油感が強いんで、ラーメン層夢を語れのちょっとスープ近くなります。ほうほう、まあ、あっと言ってる間に、そうそうそう、言ってる間にごっつぁん太郎です。ごっつぁん太郎、ごっつぁん太郎、ジローだって出た、いや決まるだけどね。ということでシャキドはもうゼロね、シャキドはゼロそうです、ゼロかい、そうですね、マシュマセルは89.2にごっつぁん、おお、いやーということなんですよね。シャキドゼロにしても89.2でもシャキ度はあの計算に入ってない、入ってないそもそもね、なるほどやられたぜ、あんま説明したことないけど赤い数字だけが平均として出るから、あ、そうなんですバラバラなんだ、これ全然説明したことないけどね、あ、そうだったんです、そうなんですよ、今回マジでわかんねんだよこれ、だってめっちゃ偏差値下がるじゃないですか、ゼロなのに、ね、あ、そう、だから入れてない入れてない、それシャキ度だから、あ、そうか、マシには関係ないマシマシ度だからね、そう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 、ということでね、マサさん引退しちゃうということで、うん、また新しくお店にラックスってやっぱり藤丸系でどっかで出すんじゃないかな、なるほど、出てますんでね、ちょっと僕その辺の情報に疎いんで、知ってる方いたらどんどんコメントしてください、コメントでね、どうし、どうしというお待ちしてますと、藤丸西新井に対してごっつぁんです、はい、you